っと。よっと。停戦の申し入れを受諾していただき感謝します。ラゲルト女王、ネフェル皇帝。350年前に交わされたオーシリス条約では、アーケディアは戦時不介入だったはず。それをしてのこたびの介入、相応のことわけはございますのでしょうね、聖下。無論です。この会談、公正を期すためにアヴァリティア商会からニルニー会長代行が最低委員として同席いたします。加えてルクスリアからも1名、第一王子ジーフリト・ブリューネ・ルクスリア殿下にも委員として同席を願いました。ジーフリト殿下、ルクスリアの宝刀王子。壮観だね。アーケディアの影響力依然健在ってか。今やっちゃえば早いんじゃない。確かに主要国原子級の集まりだからね。この先楽になる。世界樹への道が開いてからですよ。人間を滅ぼすだけなら今の僕らでも可能です。けどさ、目的はそれだけじゃないだろ。今は幕が上がるのを待つのが得策。本気なの、シンは。ああ、それ俺も聞きたかったな。本気ですよ。あの人はいつだって人を滅ぼし、そして神を殺せ。さて、この度の件、スペルビアからの一方的な条約違反ということですが、それについてネフェル皇帝、何かおっしゃりたいことは。原因については現在調査中ですが、我が軍の管理する兵器がインビディアを攻撃したのは疑いようのない事実。これについては原因の遺憾にかかわらず真摯に対応させていただきたいと考えております。金で解決すると、すべてにおいて真摯に。気のせいでしょうか。私の耳にはまるで陛下が自分たちのせいではないとおっしゃっているように聞こえるのですが。調査中です。今少しお時間をいただけるとありがたい。調査の必要はないでしょう。原因ははっきりとしていますし、証人もいる。とおっしゃいますと。
まさかそのような。あの者たちは単なるテロリスト。そのような力あるはずが。事実です。このジーフリト、ルクスリア王ゼーリッヒに代わり証言いたします。前会長のバーンも、かの者たちに何かを譲渡してましたも、おそらくは何らかの兵器、それもかなりの数を、ですも。何のために？500年前、世界を焼いた天の聖杯、滅が関与していると言ったら。バカな。伝承では塵となり消滅したはず。生きていたんですよ、それが。わい、いや、私もこの目で見ています。それでも信じられないというのでしたら。ブレイド、その子はクリスタルは。天の聖杯のもう一人、光です。女王陛下も伝承で聞いたことが終わりでしょう。噂は本当だったということですか。ドライバーは。それを知ったらもっと驚かれると思いますが、今はそんなことよりも目の前の現実の直視を。事態は急を要します。もう6時か。光が出て行ってからかなり経つけど。光たちに任せときなよ。大国のトップ同士の会談だよ。私たちが出て行ってどうなるもんでもないさ。光。これまで何度か戦って分かりました。滅は聖杯としての力を一度も使っていない。それは彼が機能不全を起こしている証。本来の力を出せないということか。過去の私との戦いで受けた傷が癒えていないのでしょう。彼の目的は楽園、生まれ故郷である楽園へと戻り、自らの力を取り戻そうとしています。もし滅が力を取り戻したなら。500年前の悲劇が繰り返される。それ以上です。滅は純粋です。人そのもの、全てを消し去ろうとしている。なぜそのような。理由なんてないのかもしれません。人が息をするのと同じように、それが彼の本能だから。これは私の責任でもある。どういう意味ですか、マルベーニ聖火。滅を生み出したのは他でもないこの私ということです。では聖火がかつて滅のドライバーであったという噂は。ことさら隠してきたつもりはない。歴史書を紐解けば誰でも知ることができる。私は愚かだった。そんな愚か者が二度と出ないよう、聖杯大戦の後世界中へと渡ることは禁忌とされた。だが我々が禁じたとしても、滅たちには無関係だ。金は今溶かなくてはならないのです。協力に感謝するよ。まだあなたを信用したわけじゃない。レックスが楽園に行こうとする以上、その道はいずれ彼らと交差する。それだけよ。君が
あの少年のためにそこまでするとはな。自分のためでもあるわ。マルベーニ、あなたは誰のために存在しているの？アーケディアの女神様ともなると国葬になるんだね。近くにいてあげないの？男の子はね、こういう時は一人になりたがるのよ。意外、もっとベタベタかと思ってた。やっぱ光だと違うんだ。どちらかっていうとあの子の意思なんだけど。嘘、ウムラが？へえ。じゃあ何？あんたはもっとベタベタしてたいとか？焼くわよ。冗談だって怖いな。おかしいよ。何が？ねえ、やっぱおかしくない？ブレイドはドライバーが死んでも自分が死んでもコアに戻るんだよ。なんでファンはあのままなの？私もそれ考えてた。死んだブレイドが元の姿のままでいられる可能性はただ一つ。それはミノチ、コールのようなマンイーターになることだよね。でもファンはマンイーターじゃない。それだけは確かよ。何それ？ファンのコアクリスタルの形、元はこういう形だった。あ、三角だった。私とレックスはかなり特殊なケースだけど、それとも違う？どう違うのさ？コアを分け与えるとね、その形は均等に変化するの。私たちの場合は真ん中の部分がレックスに、外側は私たちに。なぜかはわからないけど、そういう法則なのよ。でもファンは違う。そう、まるで誰かにコアを奪われたかのようにね。Thank you.
すまない、少し待たせてしまったかな。いえ全然。あの今のはコアクリスタルの洗礼だよ。こうすることで同調率は格段と上がる。何かと危険が伴うからね、同調は。確かに。天の聖杯のドライバーとなったことで私はこの力を手に入れた。ってことはもしかして俺にも。どうかな、人には向き不向きというものがある。ですよね。さて今日の私の仕事はこれで終わりだ。ついてきなさい。ルクスリアへの特使ですか？俺が？そうだ。見なさい。君はサルベージャーだから詳しいと思うが、これが現在我々が住むアルストの世界だ。世界中を中心にアルスが周回運動をしている。そしてここが大空洞。この大空洞は500年前にできたものだ。それ以前はなかった。知ってます。これがあるせいで俺たちは世界中に渡れない。この大空洞はサーペントと呼ばれる巨大なモンスターが作り出している。それってあの時の。正確には光が行使するデバイスの一つだ。光の？光のデバイスだったらなんで私たちは襲われたのさ。おかしいじゃないか。サーペントは500年前のメツとの戦いで雲海に沈んだ。誰かが再生させた。その通り。それがジークの故国ルクスリアだというの。ルクスリアはサーペントにある使命を与えた。何人たりとも世界中へ近づけるなというね。聖杯大戦の悲劇を繰り返さないために。結果生まれたのが大空洞だ。よくそんなことができたわね。言っただろう、人は退化していると。サーペントに与えられた使命を解除するものがルクスリアにある。物はサンクトスチェーン中王家が管理しとるものだ。案内はお前がする。特使としての書簡は用意した。楽園に行くのは君たちの目的だったはずだ。メツたちはいずれサンクトスチェインにたどり着く。そうなる前に彼らより先に楽園に行き、その何たるかを確かめてきてほしい。愚かであったこの私の代わりに、この朽ちていく世界で人が生き延びるために。
ルクスリアまでは船で行く。着いたらしばらくは陸路や。まさかカメちゃんと行動を共にするとはね。大船に乗った気でおったらええ。ジークは運が悪いもん。なんだか沈没しそうだもん。ほんまやな。笑いごっちゃないんだけど。そういえばジークさ、自分はイーラとは無関係じゃないって言ってたけど、あれどういうこと？ん？ああ、あれか。あいつらのことは知らんけど、500年前に滅んだイーラっちゅう国はな、ワイラ・ルクスリアの前身。ルクスリア人はな、イーラの滅亡から逃れた英雄アデルの末裔なんや。じゃあホームラが眠りについた後、アデルはルクスリアに？そういうこっちゃ。それは初耳ですね。歴史はそれなりに勉強してきたつもりですが、全く知りませんでした。こういうのはあんま表には出さんからな。今じゃこの王家の紋章にその名残があるのみや。霞を同調させたのはなぜ？彼女の力が有益だったからだ。ここアーケディアはこれまで何度かイーラの襲撃を受けている。退けるためには必要不可欠だった。そう。その割にはあなたのブレイド他にいないようだけど。確かに私はドライバーだが戦士ではない。それにここの僧兵は頼りになるからな。餅は餅屋さ。そうならいいけど、なぜ彼らは亡国イーラの名前を使うのかしら。シンはイーラが用したブレイドだ。郷愁や忠誠、おそらくはそういったものだろう。本当にそれだけかしら。本当とは？私は自分が眠りについた後の歴史を知らない。それを記した書物もない。あるのは漠とした伝承だけ。それで十分ではないのか。歴史とは漠としてうろんなものだ。真相は当事者しか知り得ない。あなたはその当事者ではなくて。だからこそこうして協力を持ちかけている。ルクスリアに行けばわかるか。安心してくれ。これでみんなを守るっすよ。成長、新たな知見を得た。頑張ってくるね。任せとけ。了解。了解っす。よし。
いただき。心を落ち着けて集中。構造計算中。ノッポンのことはお任せですもん。いけそう。なんか物々しいね。小耳に挟んだ話では、どうやらスペルビアとインビディアの2国間で首脳会談が開かれるようです。首脳会談ってこないだの戦闘の件？でもそれってマルベーニ法王が間に入って解決したんじゃ。アーケディア法王庁に聞かれたくない話もあるのでしょう。それにインビディアはこことは少し距離を置いとる。法王に妖怪されたとあっちゃメンツが立たん。形だけでもってことやろな。妖怪って何？口出しされるってこっちゃ。うわ、カメちゃんのくせになんでそんな難しい言葉知ってんの？なんやくせにって、うっさいわ猫娘。で、メレフがおらんのはそういう理由からか。でしょうね。ご多忙と聞きます。グーラの分割統治案ですか？ええ、留飲を下げるにはそれくらいのことをしないと。元老院が納得しないでしょう。専任特権を使います。もちろんローデリヒ議員にも協力してもらった上でね。専任特権とは。であれば異を唱えるわけには参りません。陛下のご覚悟のほど感服いたしました。そう言ってもらえると助かります。ニルニー代表代行、失礼しますも。下級の事態につき、このニルニー参上をつかまつりましたも。穏やかではなさそうですね。で、下級の事態とは？実は。さてと、ルクスリア行きの船は。法王が用意しとるはずやねんけどな。ねえ、カメちゃん。なんや？メレフたち、置いてっちゃっていいの？置いてくもなんも、もともと立場も目的もちゃうやろ。そりゃまあ、そうだろうけど。それに今は公務で忙しいじゃろうしな。だよね。でもちょっと残念かな。せっかくここまで一緒に来たのに。まあ気持ちはわかるけどな。お、噂をすれば影や。
バーンが首脳会談を狙ってるって。暗殺とはまた穏やかではないの。首脳会談の場で血が流れれば戦争になるわ。戦は金になるからな。それを利用して紹介に返り咲こうっちゅう腹かいな。あいつどこに消えたのかと思ってたら、そんなこと企んでたのか。ニルニー代表代行としては、紹介が絡んでいる案件だけに秘密裏に処理したいとのことだ。で、俺たちに。軍を動かせばことは公になる。なるほどね。その点、あたしらは都合がいい。無理にとは言わん。その場合は私とカグツチで何とかするつもりだ。水臭いやっちゃな。わざわざ頼みに来たっちゅうことは、そんだけ難儀や思とるんやろ。まあな。あのバーンのことだ。単なる要人暗殺で済むとは思え。ニルニー代行の話によれば、例の工場ではいくつかの巨大兵器が作られていたそうよ。そしてそのうちの一つは行方不明になっている。巨大兵器。わかった。会長じゃない、元会長とは腐れ縁だしね。すまない。これで私は陛下の警護に専念できる。よろしく頼む。任せてよ。